彼女の決意の素養をしたいと真実を思い止めることを阻止しようとしてる住み止めざるを得なかった。私はまだ自問自答を続けたままここにいる。隠された歴史とは、文化の定義とは、人類の定義とは、すなわち嘘偽りのないものとは。歴史はすべからく知られるべきであるにもかかわらず道である。私はただ知りたいのだ。だがそれを許してはくれない。何があるのだ。彼女の愛した庭園を後にしようと神々の討議場と向き直ると、純白を一点携えた黒子の徒と男が一緒した。またあの戦う者たちの驚くなきが我々の耳にこびりついて離れない。そこにはまさに両極端の二色しか存在しなかった。